ただきます。はい。あと最後にですね、私ちょっと今チャットがまたバグで打てないんで、これゲーム開始したら一旦タス切り行きます。はい。何かありますか？はい。じゃあ、ナスなので始めます。ああ、結構今日村が続いて、なんかこれでいいの？役職をお選びください。村が結構続いて、選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。だったのが5000くらいはあなたの役職は5000もしてねえか。強信者4000はしたよと思う。4試合くらいはしたな。夜が更けました。ちょっと見てみ、人狼に気をつけて。バグないでしょこれ。噂バゲになっちゃってる。1234567845時だ。時間的には12時から始めたとして、ああ4試合やってんだ。全部村だったんだ。あ、やってるイメージね。てか3敗食らってんのか俺。さっきの村へでやっと勝ったのかよ。もうさっきの村でやっと勝ったのかよ。でも4試合消化したから、まあよかったわ。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。4試合でしょうか。1日5試合ペースで。はい、一瞬お願いします。トップの位置なんで、まあ、進行論と言ってもいいんですけれども、まず2週目にね、しっかり考察、1日目としてはしっかり考察するために、皆さんにまずは、できるだけ、1分間、まあ時間じゃないですけどね。内容のある内容を喋ってもらえればなとは思います。あとどうかな。まあ釣り切り盤面、2-2盤面とか3-4盤面は、まあ釣り切りとはいえ偽と思える方から釣っていきたいかなとは思ってますね。あとまあできるだけ前の人に1周目触れていってもらえると、ある程度、まあ見えないですけどね。どうしても単体精査にはこの位置で2周目になっちゃうと思いますけれど、ラインもある程度は見えるかなっていうところで、前の人に触れてってもらえるとありがたいです。9番のプレイヤーが発言します。はい、お疲れ様です。七白っす。占い師七白っす。8番の印象に関しては、まあまあどっちでも言えるから、まあまあ2周目の位置かなという感じで聞いてましたね。狼の見つけ方といたしましては、基本的に LINE でしか精査しないです。なので、発言精査はもちろんしますけど、発言から来る LINE 精査させてもらうんで、狼見つけられたらなとは思ってますけど、七白持っててこの状況でしょ。なんで一周目で出たっていうところの、誹謗中傷じゃないですけど、叩きに関しては、一切受け付けませんので、やり方として飲んでくださいねっていうところですかね。そうだなぁ。まあ、進行に関しては2周目までに整うだろうから、8番の位置でしっかり出てほしいのと、ぐらいかな。騎士に関しては潜伏でもいいけど、はい。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番村人陣営です。そうですね。まあ、9番さんが占いして7番さん白把握ですね。まあ、基本的に9番さんのやり方は、ライン軸って言って考察をしてるんですけど、だよね、対抗がさ、強靭の場合も、まあ、少ないかもしれないですけど、その時9番さんの精査って、すごい弱くなってしまうと思うんですよ。外れが多いってことね。だから、あんまり対抗ロジックで思考ロックするっていう思考だったら、ちょっときつい時のあるんじゃないですかって普通に思いましたね。ぐらい。まあ、8番さん2周目、なんか安定進行マンだなっていうイメージですかね。まあ、そんな感じですか。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師です。ランダムで5番白です。はい、よろしくお願いします。まあ、8番さんに関しては、まあ、現状2周目だなと思います。まあ、9番さんに関して、まあ、対抗出てきてるんですけども、現状強かローで出てきてるのかはまだわかりませんね。はい。まあ、7番に白っていうことも言ってるんで、まあ、ワンチャン囲ってる線もね、あるのかもしれません。はい。まあ、1番さんに関しても、今の現状8の触れ方を見ると、あんまり1番さんもね、現状ローっぽくないなと思いますね。はい。
一番さんがまだ現状何かしらの人外だった場合って8に何なりかの叩きっていうかそれの動きっていうか具合が見れたと思うんで、まあ、今とはやっぱそういうのないんで、はい、ってところですね。まああとまだ発言する人またいっぱいいるんで、はい、まあ、話聞いてしっかりやっていこうと思いますね。はい、じゃあまた2周目考察を落とします。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。CEO内です。現状まで把握しました。直近2番さんなんですけど、2番さん自身対抗の9番さんを叩けるものあったのっていうクエスチョンマークが一発目に来ましたね。今聞いてて2番さんはもう完全視界人外じゃないですか。2番さんから見て9番さんって、で2番さんってあんま9番さん叩いてなかったと思うんですよ。今日かどうか分かんないで帰着してたと思うんですけど、あの対抗である2番さんからもそんな状況なのに1番さんに、いや1番さん人外だったらもっと9番叩くでしょって、それはちょっとなんでそうなったのかが組めないですね。だから2番さんが1番さんを軽くポンって上げたところが違和感でしかないです。で2番さんがローだった場合1番さんを取り入れようとしている構図なのかなと思って、2色の場合1村じゃねえかなって思いましたぐらいな1巡目です。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人全です。特に必要ないです、ね、はい、まあ直前の3番さんが結構良かったかなと思っていて、まあ、2位の叩きは全くかなっていうふうに感じますね。でも俺一つ大きく違和感を感じたのは1番に対して一つ俺は引っかかってて、9番の発言っていうのは要は対抗の発言から要はそこからライン考察をするって発言じゃなくて、ただこの村全体の発言から村一人一人の発言を聞き、その発言からこことここがラインつながってくるっていう精査をするから、別に占いを狼狂人とかそうやって置いてこことここがつながるっていう精査じゃなくて、村一人一人を単体として精査し、そことそこがつながるっていう精査をしていくっていう発言だから、一番的9の発言を大きく取り違えてんなって思ったかな。そこにちょっと違和感を感じ、2番がそこで1番に対して白く置く構図がちょっとわけが分かんなかったですね。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。うん、どうなんでしょうね。で、まあ9人が出揃ってね、3番4番がね、まあまあね、白っぽく見えちゃいますね。ただまあね、81はねまだね2周目ですよ。うん、9人が出揃ってで、まあ、みんなの話を聞いてどういうグレー精査するのかを聞かないとね、ここで8-1をね揃うというのはね酷ですね。まあ単純にね9番2番がね衣装の色で9番白2番がローっていう風になってたらいいんですけど、さすがに人狼ゲームそうはいかないんでね。衣装で決まったらね私ピンクですよ。そんなね、ピンはないですよ。ヨーコかって話ですよ。ヨーコは、ではないね。ヨーコは人の陣営か。厳密に言うと。あんまり12人もやったことないけど。まあ、あと3番、4番の方がね、やっぱり話が伸びる分だけ、ちょっとね、2周目でちゃんと8-1のセタしますよ。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。占い師です。8番さんにランシロです。8番さんにランシロ、把握、お願いいたします。で、9番さん、2番さん、ね、あの、占い師の進行論っていうか、あの、騎士の出方とか、役職の動き、何も一切話してないんですが、僕から言いたい。もうこの際、騎士さん、霊能師さん、潜伏でいいんじゃないのこれ。完全にね。で、2周目。なんとなく盤面分かって、うっすら見えてきてからね。使用するのもありだし、もう8番さん時点で使用するのもありだし。そこはね、あの、個人個人で任せます。ただ、僕が一番何が言いたいかというと、2番さんと9番さん、その動き、一番気になるよね。だって、占いたくないんだもん。釣りたくないんだもん。それに対して、全く触れなかった9番さん、2番さんは、僕は若干おかしいなと思っている。以上です。8番さん、白ね。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、ちょっと6番さん出てきたっていうところで、まあ、ちょっと完全にわからないですね。 3CO であれば 3CO であれば6番さんがなんかちょっと新っぽくも見えるし、まあ、5番さん自身は
囲われてはないのかなっていうふうに思ったんですが、まあ、3、4が発言伸びるため白く見えると、まあ、おかしなこと言ってるようなことは別ないと思うので、まあ、本当に 3CO で行くのかっていうぐらいですよね。その時は、まあ、6以外から釣ろうかなと思ってるんですけど、まあ、それもグレーの占い師からのグレーの話を聞いてですかね、はい、8番のプレイヤーが発言します。はい、2周もお願いします。6番さんが例の、他はないですかね。ズラとか CO とか。はい、じゃあこれで一応確定で、まあ騎士は任せればいいのかなと思う、潜伏でもいいのかなと思うんですけれども、どうかな。占いの精査で言うと2番さんの方が違和感大きいかな。1番さんってそんなに村置きできたっていう1周目の発言で、もうちょっと9番8番を叩きに行くんじゃないかっていう話なんだけど、まあ1番さん逆に2、1とか9、1はないのかなっていう、まあ2番さんロージック、9番さんロージックとした場合もっていうのは思ったぐらいかな。でも1番さんって8に対しては安定マンだなみたいな、まああれを叩きと取るのか、別に叩いてないと取るのかっていうところなんですけれど、あと次、2番さんが白打ってる5番さん、うん、誰も1、8をまだ黒いとは言ってなかったですけど、あのタイミングで。1、8が黒く見えるのはしょうがない。で、発言的に3、4が白く見える。そこがちょっと違和感かな。なんか無理やり1、8が黒いよみたいな感じで、後半持ってきたい陣外かなっていう気も今ちょっとはしてます。以上です。9番。のプレイヤーが発言します。3番4番を進むらないし騎士で置くならば、8番の視点を詰めるための占いをしてやってもいいですかっていうところはあったりするんだけどな。そうだな、例えば、あ、6番を芸能マークつけてねえよ。でヒロちゃんで隠し色作るとか、1番の色を見ることでっていうところでラインを引っ張ってこようかなと思ったけど、だって2番の触り方的に1番って2周目で片付けられていいってなのに、叩きがないからどうのこうのって、その触り方はちょっと違うんじゃないのって思ったしね。3番4番に色をつけることで僕目線もすっきりするっちゃするしね、楽に試合が運べるかなとは思ってますけど、3番4番どっちか詰める進行をするか、1番8番どっちか詰める進行をするか、どっちかにしようと思うけど、これといった黒要素を持ち合わせないよな。3番4番って僕のことを信じて見てくれてそうな話し方してくれてるし、だから強人一すらも迷子だからちょっと申し訳ないのだが、よし、僕は1番8番どっちかに行くから、1番8番生きてた方のに二のある占いを飛ばすね。で2番の視点詰めてあげるよ。1番のプレイヤーが発言します。まあ3番さんが2番さんに言ってた叩きはマットだと思ったし、もう4番さんに言われて、あ、9番さんそういうことなんかなと思ったけど、9番さんがそれはなかったんで日記フラット。私、清和さん、LINE 精査するって言ったけど、なんか LINE 精査、なんか精査の仕方がなんか僕はあんまり入ってこんかったよ。3番、なんか難しくね？だって3番、4番の色をどうのこうのつけて、って言ったわ言って、9番さん目線って、5番さんの色はどうでもいいのって思った。かな。普通に。そんぐらい。まあ、6番さんがランステイすればいいと思うけど、8番からも
だって8番視点で1番を村評価した場合って3番4番と戦う盤面でしょ。あまり8番狼像って見えないなって思ったっすね。うん。じゃあ3番4番から黒寄せてないし、7番がなんか3仕様の話だったんで、それ2周目。5番さんも色が落ちないうちであるっすけど、3番4番真っ当だねって評価してるから特段違和感する考察はなかったかなと思ってるぐらい。強いて言うなら7番がなんか6番のこと3勝で出てきたら新っぽいって言ったらそのぐらいの発言ぐらいですね。はい。ぐらいですかね。うん。9番さんにも違和感あります、僕は。考察の仕方。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。じゃあ私は現状3か4どちらかに入れたいと思いますね。はい、これもう人外表でしかなり得ないから。3、4話を聞いてどちらかに、入れます。9番が現状1、8でランテージ上げてるから、まあいないんじゃないのかなと思ってます。はい。って感じですね。はい。仮に僕はもう6番さんからランテージ上げられるとしても、僕はもう3か4どちらかにしかも入れません。はい。ね。うん。っていう感じかな。うん。やっぱ1番さんふわふわしてるから1番さん巨人なのかなって。いう感じがしたかな。だから俺視点9番おかみだから、まあ、9番の相方、まあ見つけたらいいなと思ってますね。はい。現状2周目の7番の発言聞いて、黒いと思えば、まあ占いますし、そうじゃないと思えば他占います。はい。もうそれだけ落としておきます。今日は3か4、どちらか私は詰めます。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、盤面もろもろ把握しました。言いたいとこだけピックアップしますね。あの、2番さん司会で3、4が自分に接種してるから人外表になり得るからどっちかを釣りたい、わかる。が、2番さん視点で3、4で黒でクリティカル出たら、霊覚してる状況なんだから、より村の進行をぐっと引き寄せられるでしょ。そこの明示がない時点で3、4の差別化をしない、差別化をしない時点で、2番さんの芯はやっぱり極端に下がりますね。だから急進で2見せかなっていう視界で、6番さんが、6番さんじゃない、ごめんなさい、5番さんが一番村っぽい、一番村っぽいっていうか、白いなと思ったところが、3、4が白く見えちゃうから、この順番手で、抑えようぜって言ったんですよね。あれすげえいい表現してるなと思ったんですけど、それをきちんと拾えてなかったのが8番さんかなと。8番さんは6番さん、あの、8番さんは2番さんをどう見せたか分かんないけど、6番さんは村なのかな、狼なのかな、囲い入ってるのかな、どうかなっていう、中止してる発言を聞いてたら、6番さんの見方はそうなんなかったかなって思ったので、8番さんが単体怪しいかなと思いました。はい、あと、1番さんがして、あ、1番さんはいいや、ごめんね、飛ばします。6番さんが言ってた、いや、急にが怪しいと思うって言った発言を拾わずに、7番さんが3勝で6番さんが進歩いって言ったところも、まあ、占い師がちゃんと見る気ないのかなっていうふうに思ったりしておりまして、現状7番さん、8番さんが怪しいかなって、2番さん偽かなっていうところまで思っている回でございます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。まあ、まず9人の精査に関しては、どっちもどっちかなって2周目に関しては思ってて、2番でなんでそんな3、4の持ってく構図の持ってき方がちょっと、受精なっていうところはあるよ、正直。3と4の発言でせめてその辺の対比ぐらいは欲しいなって思ったけど、9視点で、3、4から拾えていないっていうところで1、8っていう欄に持ってったけど、あなた目線2に対してどういう状況で置いてるのかわかんないけど、3番の考察では、初週って2、1のラインって絶対見えてこないって発言を落としてるから、9目線って結果、2を人、狼として置いて考察をしているのであるならば、1番っていう否定に関しては3からなんか拾えたりすると思ってるから、9視点1っていう人物をどう見ているのかが、その辺2とのラインって3は否定しているが、それがその辺に関してどう思ったのか、言及もなく1を上げて1、8って持っていく構図はあんま分かんなかったかなっていうふうには思ってますね。まあ、そういう観点から若干フラット気味になったけど、2番に関しては3、4に関してはもっと付け加えが必要と思いました。7に関しても若干狼も少ないかなと思っていて、7っていう人物の段階で9、2、6っていう段階において、7番って6以外から釣るって発言を残している段階において、なんでそこで弾けるんかなっていうふうに思っちゃったし、発言としてはおかしいが、9は、9って7から白をもらっている段階において、そこで9、2って言ったらでさえ、
2番手怪しまれていた人物にもかかわらず、7が急に2に引き寄せる構図はあんま7が狼としては見えてないっすね。はい。まあ、そんな感じかな。はい。現状そんな感じです。以上。5番のプレイヤーが発言します。うん、難しいですね。急にわからないですね。まあ、6番なんかまあ決めればいいと思うけど、まあ、まあね、万が一、まあ、7番が怪しい、3番、4番が怪しんでるんだったら、7番っていう手もあるけど、まあ、6番さんが決めればいいんじゃない？ 9 番のゆとり8、1にするか、2番のゆとり3、4にするか、またはそれのミックスするか。まあ、6番さんが決めてね、そうなったらね、まあ、いや、難しいですよ、これ、色が見えないし。占い師のあれがもう明らかに割れてるし、9番は8、1だっけ、2番は3、4って割れてるから、そもそも急にの精査がまだ私はつかない状態だから困ってるなっていう。だからもう6番さんにかけるしかないかなと思ってる。まあ多分ちゃんとこう精査するために話を聞いてると思うんで。困りましたね。まあ田中3番さんは私を擁護してるからね。知りたくないなっていう気持ちはあるけどね。まあ6番さんがね。まあ3番さん指摘するなら私もシビアに考えますけどね。まあ気持ちの問題なんでね、これはね。どうなんでしょうね、8134。なんか本当に割れてますね。9番が81、2番が34。急に言って別に、そんなに自分の中では、はっきりと死んだとか、人外だとかっていうのが見えなくて、これがどうなるのかな。まあ6番さんがね、指定してもらって、みんなで入れて、見るしかないじゃないですか、投票を。以上です。6番。のプレイヤーが発言します。整いました。うん。はっきり言います。234のハッピーセットです、これ。うん。おそらくね。234ね。うん。なぜならば、一番怪しかったのが3番さん。うん。初日、4番さんちょっとフォローしてたけど、3番さん、21が怪しいって言った。うん。で、ね、その2番さんは34行きたいって言ってる。うん。おそらく、2番さんは盤面を見えてない狂人だと思う。うん、その段階でね。で、ワンチャン3番さん、7番さんまで怪しいと言い出した。うん。1、8、7が怪しいと言い出した。うん。2番さん怪しんでるにもかかわらず、3、2と3が喧嘩してるのにもかかわらず、9番さん死んでしまっちゃう。まともなこと言ってるんだけど。にもかかわらず、7番さんも捉えてるんだけど、に手か、手かけようとしてる。その3番さん。これ絶対にないと思うから。今回3番さんの色が一番見たい。うん、だから9番さんが言ってるように、18か34だとするならば34ワンチャンあるんじゃないかなって個人的には思ってるかな。田村かもしんないから。うん、で、霊能師、ああ、ごめんなさい、占い師さん。何でも4でも。うん。完全にクロス飛ばすべきだと思う。うん。おそらく、盤面見えてない2番さん、強人じゃないのかなって個人的に思ってる。ていうか、真面目にやれよ、大川2000服ね。柱発言しないでっていうぐらい、うん。どう考えても2番さん盤面見えてないでしょ。っていうか、3番は確かにそうなんだよ。うん。って思う。2番偽なのにな。番、うん。だって9番さんはっきり言ってんだよ。1、8か3、4って。発言かな。強人としてな、みたいな。以上です。7番。だからまあ、サンズリーはいいよ。発言します。田村かもしんないから。うん。はい。まあ、7番。俺、私っていうのは騎士出てくれればいいだけだから。なんか2ローだと俺噛んでくるんだもん。3番さんは俺強人だよ、もう2番に言っとくよ。まあ、なんか8番さん落ちそうな感じがするんですが、で2番も怪しいって言ったんかな。自分が負けるって思ってる感じしたのは、8番さん釣られて白、2番さんに黒打たれて、2、3と。あと、もう一陣外に、二日目、7投票されて終わり。っていう感じかな。なんかそんな感じしました。はい。3番さんが2は怪しいって言って、9番さんに占われないようにする。プラス、2番さんに黒出させる。なんかそんな感じしました。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。まあ、サンズリは止まらないと思うから、4投票しとくわ。サンズリは止まんないから、もう絶対に。
うん、ほっとく。投票が終了しました。村で言い間違った可能性があるから。追放されるプレイヤーは、3番の遺言を発表してください。はい、釣られました、須村です。まあ、6番さん、7番さんが何言ってるのかさっぱり分かんなかったので、反論はないので、まあ、色見て解釈してくださいって感じですね。とりあえずなんですけど、7番さんが狂人に見えてしょうがないんですけど、21番面下において霊能も殺さねえっていう。7を狂人で置くなら、別に3視点は間違いじゃないんだけど。特に囲いが入ってる。7をローで置くならバグってんだよ。白がついてるから狂人は出ませんでした。だから6とか7は、パターン感なので、まあ6番さんに関しては、ある意味聞いてたんだよ。ある意味。聞きすぎていた。5番さんに関しては、3、4警戒しようぜって、ここ狼やった時の勝ち。なんか3番村っぽいなとは思ってるから、3取りは別にいいよ。言い間違いとね、失言が世の中にあってね。3番はいいよ。うん、2番さんは、7を狂人として見てるっていうのを言えばもっと良かったんだけど。7を人外として見てるだから、そうなると、ローで見てたらバグってる。思うんですけども、うん、だからいいよ。3番さん、あんま黒だと見えないっていうか、むしろ、3番が7をローと言ったらバグりなんだけど、狂人だったら別にバグってはいないんだよ。9が死んで、7が白なんだけど、7は人外っぽい。狂人と思っている。2番が偽はバグってないんだよ、実は。うん。だからいいよ、サンズリーは。うん。わかんないですけど。いいよ。うん。これは3村だと思ってた。2番さんを、まあ3村だったら俺もう絶望する。村で、じゃあラスト8かな。もう俺もう泣くから。っていう感じの考察ですね。ニッパチローロー7強人かなと。これ、以上です。髪抜かれたら嫌なんだけど。夜が更けました。2ローなら多分これ髪抜いてるから多分負けだね。言っとく。意思出ろっていくら言いたかったことやら。あやふやな感じでふわふわしてるっていうところでね、5番の、で、4番に投票してるっていうところで、狂人を見抜いてね、ほんわりした、今日アピだけど、もう露骨にね、スムラで、騎士出ろって言えばよかったかな。多分俺が見おごりそう。俺騎士じゃないからね。夜が明けました。昨夜は、1名の方が亡くなりました。ありがとう。俺の狂人見抜いてたな。8番。のプレイヤーが発言します、うん、3番白だよ。だから俺ははい、3番さん白、3白で9番さん今日は見抜いてたね。ロー知らないとか言ってくれればおいしいって感じの、うん、これは2番さん目線は身を見抜くこっから勝負、18から勝負。9番さん目線は4、5、8、どれもあるんか、まだ。そうですね。どちらも黒を出していないので、なんとも、今日って占いの決め打ちになるんですかね。ちょっと、現段階でもまた難しい感じがするんですけれど。1番、9番さんのな、その9番さんも占い先し、1番、21、21はないような気がするんだけど、まあ、ちょっと京馬さん1占った理由を、ちょっとしっかり言ってもらって、まあ、2番さん3、1、8に狼はいないと踏んで、3、4、A4 を占ったっていうところか。まあ、どうかな。発言だけだと、京馬さんの方が真に置いて、てますが、今さんのやっぱ1の白置きがちょっと理由なかったような気がしたんだよな、1日、初日に関して言うと。ただ逆に2、1はないかなっていうところで、9番さんが1を占いに行くっていうのは。9番のプレイヤーが発言します。納得がいかない。分かった分かった。8番に説明しよう。3番、4番の鶴構図になった時に4番に占い飛ばせよっていう話がしたかったんだろう。5番、あ、5番じゃない、8番目線で、8番目線で5番、3番4番詰めて残った方を占ってくれる方が僕の視点はすっきりするよっていう話でしょう。あなた目線で8番目線で1番に白が刺さっていれば4番5番にどっちかに狼がいるよっていう構図になるわけで、8番の視点すっきり させようと思ったんだけどな、無理だった。じゃあ僕は8番のことを黒目で見ようかなってなっちゃうんだけど。で、
3番が白だってこと、3番が白、ブロブ、僕の白先噛まれてるってどういう状況なんこれって思ったりするんですけど。はぁ、あ、狼なら噛むよねっていう話、考察も しかねないか、みんな。本線は、本線は、2番、4番で置きたいところではあるけど、4番ってそんな黒要素を持ち合わせてないから、決め打ちで2番釣ってもらって、4番釣ってもらったら、8番目線もスッキリするし、僕してもスッキリするから、いいと思うんだけど。2番釣る、僕噛まれるないし、カーブ噛まれるでしょ。だから、いいんじゃない知らないけど。だって、騎士生きてないでしょ。僕3番7番どっちかで騎士が落ちてると思ってるから。はい。1番のプレイヤーが発言します。あ、9番視点で5番はどこ行ったの。え、4番からそんなにって言っていて、なんか8番4番の精査が始まったんやけど、勝手に9番視点で5番からなんか白い要素を拾えたんですか。え、それ、ないしは、だったらそれをちょっと村に伝えてもらわないと、全然わからん。普通に、あ、5番なんで弾いたんかなって思ったぐらい。すね。ぐらいですかね。うん。そんぐらい。2番は、まあ3番、4番が白白だったんで、まあ、次の精査聞きたいなと思ってるんですよね。2番視点っていうのは4番白だったんでしょ。そう。で、6番が3白出してるから。じゃないとわかんない。うん。ちょっと、頭がいい人、9番の組み取れた人、教えてほしい。9番視点で、4番、8番の精査が勝手に始まっちゃったんだけど、9番視点って5番はどこ行っちゃったのかなって普通に思ったんですよね。うん。普通に。なんか8番の視点を詰めてあげようとかって始まって、4番がどうのこうのってなってて、5番どこ行ったのかなって普通に思ったから、そんぐらいですね。ちょっと組み取れた人教えてほしいですね。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。昨日6番さんにね、234、あ、すいません。誰かちょっとコイン追加してもらっていいですか？なんかバグで追加できないんで、あ、ありがとうございます。234コンから、その人外のハッピーセットって言われたんですけども、6番さんに言います。234の村人のハッピーセットです。はい。3番さんに発言的に興味はありませんでした。はい。むしろ僕が強人だと思ったのは5番さんですね。まあ5番さんでしょう。だってもうずっと2周目の考察も、わからないわからないって。3番さんは遺言で、7番さんのことを強人だみたいなことを言ってましたけども、いや違いますよ。むしろ僕はどっちかというと、まあ、5番さんだと思いますけどね。はい。で、僕はね、やっぱりどうなんかな。まあ7番さん、発言的に特段色落ちはなかったんだけども、まあやっぱり4番ね、まあ見たいと思ったんで、もう昨日3番、4番、ロックしてたんで、はい。ってなると、9番の相方位置は、ちょっとね、昨日1に投票したでしょ。これ事故があって万が一1に流れた時の危険性があるから、1は薄いと思うんだよ。うん。だから相方位置は8番。9、8ローローで見てますね。多分ほぼほぼ5番さん強人だと思いますね。はい。現状としてはね。はい。6番さんに言っておきますね。9番さんに行けば確実に勝てます、村は。6番さんもう一回言いますけど。9番さんに行けば確実に、村は行けますね。はい。って言ったところですね。はい。9番さん視点って、俺みたいに5番で強靭視点持つとかだったら、話すらすのはわかるんだけど、一切精査がない。9番色見えてます。はい。9釣り。4番のプレイヤーが発言します。あのね、2番さんね、考えが単純すぎるんや。だからこうやって3釣ってるし、4占って白出してるし。だ9があそこで1入れたから1が否定できるって言ったけど、6、7が3に食って8に残し、2が3、4のランで、6、7が3いくなら2番の投票が3に集まるって考えれば、9が例えば狼軸で9、1、9、8であろうが、どっちかが3入れれば、その分結局4票入るのか、その時点に。
その考えは安直なんや。急にどっちか正直、真偽はあんまついてないけど、8じゃないって思うよ。昨日の発言からしても、8が3に入れる構図があんまわからんかった。8目線って3なのって思っちゃったけど。8って昨日、例えば、昨日の発言で2191が見えてこないって発言を残したりのもかかわらず、1に対してちょっと言及入れての考察があったから、そこに対してまず1を弾いたんなら、そこで1に対して言及入れなくてええやんと思ったし、で、あるならば3、4に対してもっと真偽さを入れるべきだなって感じたのもかかわらず、8ってそこが足りんかったから、俺は8がロジックで考えてくるんじゃないって思ったけど。8の今日の触れ方からしたら、俺は89ラインの方が濃いんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。まあ、これで2、4で見られても仕方ないと思うけど、まあ、2番が死んだなんじゃないかなって思ってますよ。いつの今日の発言を聞く限りもね。はい。まあ、5に関しては強靭でしょう。はい。以上です。5番のプレイヤーが発言します。あの、2、4はなんで俺を強靭と見てんの？9がローで俺強靭だと思ったら俺にか隠しをするでしょ。強靭生かすために。2、4って色見えてんの？まあ、28もあるから、俺は2番行くよ。うん。まあ、もう、これは、あれだね。3番は村だと思って俺4投票してるから、もう2、4なんじゃない？もう2、4周分分するんだけど。明日、9を釣って、6噛んで、8番釣って、私を強靭だと思ってこうアピールしてるようですけど、私村ですから残念でしたね。あの、どう考えてもね、9番が例えばローだとして私をね、強靭風に見てたら、隠しを作ればいいんですよ。強靭さん、もう OK ですねっていう感じで隠しを作るんですよ。9番ってね、普通に怪しい担当投票してる1番に占ってんだから死んでしょ。まあ24にしろ28にしろあるから俺は2番行くよ。うん。まあ6番さんの判断正しかったんでしょ。2番を人外と見た。まあ3番についてだけはあれ多分まあ失言。7番、まあね、2番陣外で置いて7疑ってしまったから、まあ、3番がそれはね、まあ言い間違ったっていうぐらいのもんでしょ。まあ場合によっては3番強靭かもしんないけどね。あながち6番さんの2、3、4ハッピーセットは間違いじゃなかったかもね。まあ俺3村か3強か。わかんないけど。うん。まあ、悪いですけども、もう私はね、もう明日決め打ちますわ。もう急進進行行きますから、強靭じゃないからね。2番行きます。6番のプレイヤーが発言します。もうどの道明日噛まれるんだから、まあ、はっきり言うわ。7268が、7268がね、3番さん入れてた。だが、白でした。なぜにでも2も9も、完全にクロス飛ばさながいで、もう本当に5番差だってそうなると怪しくなるからね。すげえずるいよな。どっちかが真なんだよ。それされたらもう完全に僕は後です。3行こうぜって言って、7268はちゃんと入れてくれた。もう一度言います。7268ね。ねえ、僕の色を本気で見たいなって思ったからじゃない？ 7268 ね、本気で色を見たいからって思ったんじゃないのかな。だから僕は2番さん死んだと思います。9番さん一番あの意味わかんない1番さんに投票してるよね。どうかしてると思ってる9番さん。僕は2番さん決め打ちでもいいんじゃないのかなと思っている。自分目線はっきりわかるもん。ただ、2番さんがクロス飛ばさなかった。その理由がね、納得できない。ただそれだけ。ね、ここで白角作れば、確実に強かった盤面なのに、それをしなかった2番さんの責任でもあるからね。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いには、どんな根拠があるの？
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、9番の遺言を発表してください。どっから説明したらいい？4番、5番。5番は理解してくれたみたいだね。5番を理解してくれてるから、24ローローの、どこに狂人がおるかなっていう目線で、1番8番どっちかにおるんかなっていう構図があって、部が悪すぎる赤、ふざけんな、マジで。思考ロックマンの大概にせえ、マジで。なんで？自分が一角霊能で3番の色が見たいからって3番ずらしてんだわ。まあ、結局釣れちゃってんだわ。僕からすれば3番4番白白であれば、1番8番どっちかにおるから視点詰まるよねっていう話はしてるでしょ？ 5 番が狼だった時のケアもできるし。って思って、1番占ったり3番連れてるわけでしょ？それに対して何自分が乗っかってきてくれないからってどういうことなん、マジで。とりあえずローラは必要だべ。村のために。のひろちゃん。カレーうどん、自分がスムラを主張したり、騎士を主張するなら、ちょっとカーブ守ってやってくんねえかな。無理かな。はい。8番にはいいや。1番、自分のヒットポイント考えた話してんと、自分釣られるで。考えて喋るよ。4番、5番、8番は知らない。どうなってよと知らない、マジで。決め打ちで負けるなんて思ってなかったもん。発言順の問題もあるわ、こんなもん。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6、8番のプレイヤーが発言します。はい、3日目お願いします。2番さん、自分にしろ。そうすると、2番さんシーン決め打ち しちゃったんで、4、5、8シーンの1黒か。まあ、9-1で見て、1を釣って、釣るしかもう、なんだ、どちらにしても勝ち目はないかなっていうところなんで、1番さんに来ますが、なんかね、昨日とりあえず、9番さんに投票変えたのは、まあ、1番さんが言ってた、5番さんに言及しなかったっていうのは、あれが結構クリティカルなライン切りになっちゃったのかなと思ってますけどね。5番さんってね、言及しないにしても、2番さんが教授に置いてたけど、5番さんってあれなんですよね、初日からなんか、服の色の話をし始めたり、強アピをしてたと思ってるんですよね。だから5番さんは、2を真と見て、2に入れたんじゃないかなと思ってますけれど、はい、今日は1に行きます。1番のプレイヤーが発言します。騎士を負けたな。僕、騎士だ。でも、多分信じてもらえないと。ああ。五強28ローローか。負けですね。はい。自動票します。2番のプレイヤーが発言します。まあ、申し訳ないですね。これ勝ちです。はい。28ローロー五強人ですね。だから言ったじゃない、僕。5番強人だって。9番ちゃん、あなた5番さん、なんか俺を信じてくれたんだねって言うけど。5番ちゃんの強人。5番ちゃんの狂人だからだよ。5番ちゃん視点分かんなかったからだよ。で、多分5番ちゃんって、俺が多分狂人言い当てたから、多分ガチで死んだと思ったから、多分俺投票して。はい、これね、すごく気持ちよかったです。僕、あんだけ偽偽言われてて、まあ、結果9番釣れたんで、思い残すことありません。じゃあ今日は1番の騎士釣ります。はい。5番ちゃん、まあいいけどね。
あんまり仕事を見られなかったけど、まあいいです。はい、位置づり。4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ仕方ないかなっていうふうには思いますね。まあ、8起点の考察が俺は欲しかっただけなんで、9番さんから2、4を1番で見て、その2、4のあり方が納得できんかっていうのもあるし、8への視点が行き届かなかった点からも、申し訳ないけど、発言としては9の方が圧倒的に上だけど、8を起点とした考察が中心だったのは2だったんで、2の方でシーンを見ちゃいましたね。まあ、それは、まあ、自分のミスなんで仕方ないかなっていうふうに思ってるし、まあ、5番に関しては、1日目は無駄かなって思ってるように、2週目の考察では、まあ、強靭だろうなって感じましたね。まあ、初日3勢が痛かったんじゃないって思いますけど、はい。普通だったら多分8は連れてた位置かなと思ってますよ。はい。5番のプレイヤーが発言します。自分死んだんで、維持すれば終わりますよ。まあ、しょうもない2番の演技はいらないです。はい。決め打ちすると決めてますから。まあ、あれですよ。感染のね、女性プレイヤー陣は思ってます。決め打ちこそが男の美学。1が偽ね。私は新騎士でしたよ。まあ、1番が新騎士を自称するなら、ヒロちゃんしっかりいましたよ、2番を連れって。3番を釣るな。2番を連れって言いましたよ、1周目、2周目。まあできる人はそういうふうに思うんですね。普通、3番は白。うん。7強で追ってたら別に3視点破綻じゃなかったんです。3村だと思ったからね。私視点。いやー、3番、それでラッキーでした。その後ね、2番の方が真なのかなと思っちゃいましたけども、9番の遺言で白っぽいなと思って、あとはね、1番の騎士を待ってました、ずっと。1騎士かなーと、7か1の騎士を読んでたんでね。読み切ってましたんで。このタイミングで騎士 CE をしましたよ。うん。まあ、残念でしたね。まあ、村が決めたこと。3番釣って9番釣って。うん。それはね、まあ、村が決めたこと。3番、9番、1番が陣外ってことなんですからね。1番は偽騎士ですから、私は1番釣りしますよ。まあ、そういうことですね。村が決めたことですから。決め打ちをするんですね。私が真の騎士ですね。いやー、今日仕事しましたね。まあ、一時の陣外炙り出して勝ちました。以上です。全プレイ。え？私が悪人ですって？もう、怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。おい、カーブ抜けてくの早すぎんか、マジ。大概せよ。舐めてんの、あいつ。ね、いや2番はいいよ。2番は GG。2番は GG ね。2番は GG ね。8の視点を詰めるために1番を占ったわしが悪いわ。もう、六マスターのおかげで勝てた。ありがとうございます。カーブさんが、俺絶対ガチやられたんだけど、クソが本当に最終盤。3番は白いよ。3番抜けたくなかった。3番、4番なんか、明日の色見せていいんだって。1番、8番、どっちか詰めてりゃ、3番、4番なんか、オートで占いに行くんだから。あ、やります。終わり立てなんですけど。ちょっと待ってください、ロゴ。いや、マジ無理。え、カーブ。